パッと見意味わかんなくてもこういうの見るのおもろいよな。この辺になるとやっぱ桁違えな。過去の最高同説か。7万3000人、528。俺ロールやってるぞ。2017年に。未だにパブ G の割合がすごいな。すげえ。おいすげえ。クズハさんにしゃぶられたアルファーズ。やっぱ数字を見るのって面白いんだよな数字ってすごいわ。なぜかずっと開きっぱなしにしている。スイッチランキング。オールタイムピークビュアー。 三百三十五万六千七十四人。い <laughs> い場合強すぎる。この人はね、スペインかなんかで、なんだっけ、サッカー、なんだっけ、サッカーのクソ有名な、プレミアリーグかなんかの放映権、個人で買った人じゃないっけ。だから配信で確か見てるはず。メッシーと一緒に写真撮ったりしてたよ。写真じゃねえ。なんかあれしたりしてた。アベレージビュア2000人。4000人。2019年。4000人。2020年、9000人。 二万三千人。アベリジビア23万人。2022年。<laughs> この人有名な前からの人じゃない。忍者。アーロンプレイ。シュラウド。アースマンゴールド。この人何て読むかわかんないけど俺もフォローしてる。この辺になるとやっぱ桁違えな。当節の。自分調べようぜ FPS、アンダー,バー。バ墓。お、今配信してるぞ。 FPS 釈迦さん。すげえ。なんか、パッと見、意味わかんなくてもこういうの見るのおもろいよな。これ、なんだ、1週間か。1週間に71時間配信して、平均2万1000で、6万9000マックスで、155万1772時間見られていて、5400人フォローされていて、1時間に76人がフォローしていて、毎週配信していて、トータル、 トータル一万七千時間配信していて、ハイレコードナンバーカウンタービュアー。ああ。過去の最高同説か。七万三千人、五百二十八フォロワーが九十一万人います。四百五十八トータルビュアーズ。1億三千五百万人が、俺の配信を、一1万人はちょっと。 あれか。1万、1億3500万アカウントが、俺の配信を一度でも開いた。105位。この辺はサブスクライブとか、正確じゃないけど。チャットでシェアした人だけがカウントされるやつは。week m o n t h 3ヶ月。all time。やべ、オールタイム e 押したら重てえ。助けてぎギャー違うページに飛ばされた。赤いグラフなんだ。配信時間。アベレージ、緑がアベレージビューア。青がフォロワー。 スノーボールしてる。オーバーウォッチ。パブジオス。スリザリオ。ロール。お俺ロールやってるぞ。2017年に。フォートナイト。出たこれフォートナイトとパブー毎日やってた時期だ。夏。お、エーペックス登場。多分この頃は僕はミラージュを使っていたでしょうね。2019年。3年前だ。この辺で、つよく見たら別に見てる人はそんなにスノーボールしてないな。 減ったり増えたりだ。この時何があったんだァブジー14000。アビレー何があったんだこれ。あ、これ、あれか。火か。月かと思ったけど、火か。おい、竹馬ゲームあったぞ、今。あったあったあった。これこれこれ。一番右の。竹馬のゲームやった後にストリートファイターやってる。意味がわかんねフォールガイズ。アマンガス。タルコフ。この月なんだやばくねアビレーあ、この火か。2022年。3月12日。VCT。 全然わかんない、この辺見ても。一回の配信で444人フォロワーが増えてる、みたいな。アクティビティズパーウィーク。6.2 <laughs> <laughs>。XQC 見よう。やっぱ、俺ぐらい配信してる人って、XQC ぐらいしかわかんない。6.6。はるか上。配信し始めた時期、俺と一緒なんだな、ほぼ。俺よりちょっと早いか。2016年からやってる。俺7年からだもんな。アベレージビューは19万人。 ケタちげえ。ここは別に前とそんなに変わってなさそうだけどな。未だにパブ G の割合がすごいな。なかなか消えてくれないな。5000時間は。あ,あ配信では4200時間か。消えない。<laughs> モンハンワールド入ってんの受けるな。ロールがマジで増えてる。まあそれでも380時間しか配信してないって考えたらさ、パブ G ってすごかったんだな。そんなに俺やってたんだな,なあ。あんま記憶ねえや、そんなに。そんなにやってた自覚ねえ。ラストも入ってる。 マイクラとか意外とやってねえんだなマイクラもっとやってそうなもんだけど。<laughs> オーバー落ちつ2 0.2時間。カスタム勝率。52.8%。約200戦195戦103勝。これよくまとめたよなすごくないこれ。なぎさっち。9戦9勝。勝率100%。あまりにも強い。ミュージシャン強いね。ね61%。 UG さん、シャルさん、クズハさんあたりが、UG、シャルルぐらいか。参加率で、の割にクソ高いの。でもそう考えたら結構すごいな。UG、シャルル、クズハ、ムッと来ておれよ。ほんで応募いや。PS だけじゃないんだな。雰囲気、雰囲気かな。かセンさん207戦。やりすぎだろ。あれこのさ、 俺今、ふと気づいて気づいたんだけどさ。あれ気のせいかな。このカスタムさ、愛イさん来たことあったよね。もしかして削除されてる。管理人の人のリスク管理能力すごくないか消滅してる。なかったことになってる。ロール別戦績。ウルカサポ。勝率28%。次のリアキジャングル。一体何があったんだ ?20000 勝。ミット負けすぎじゃないか。ね、ほんでぼっと ADC 勝ちすぎやろ。ADC サポ。 これ結構、あれできるよな。まあ、いろんな縛りとか入れて、こういろいろやってるから、まあ100、100%真に受けていいデータじゃないっていうのはあると思うけど、にしてもじゃない。やっぱ、のりやきさんはボットなんだよ。適性がある。シャルさんトップはマジで良くないっていうのはわかるな。これを見ると。シャルルトップはマジで良くない。ライサマトップはそもそもなんかもう、苦肉の策みたいな感じでしか使ってない。ほら、35%。なんなら一番低い。ライサマの中で。なんか、名前消えてるな。 永久欠番、21番。囚人番号、21番。骨だけ残ってる。高屋スペシャル、勝率ヘッ、へっく同じチームなんだが。まあ、でも多分相手が絶対格上だもんね。スターさんと同じ位置にいるんだよな、多分。レベル的には。多分、その、まあ、ダイヤとかなんだけど、その対面が毎回、シャルル、雷神、狸忍者当てられるから、それできついと思うんだよ。 対面が絶対格上みたいな感じになるから。ギサッチ KDA7.6。勝利と女神。あまりにも強すぎる。ジャパニーズ・コリアン UG 強すぎだろ。勝率バグってる。ライ様も強いっていうかマジでめっちゃ上がったな。最初24%とか言って勝率ケタケタ笑ってたのに。50%。めっちゃ上がってるわ。25%ぐらい上がってる。<laughs> やっぱみんながライ様のチクチクに耐えれるようになったから、チームの雰囲気が萎縮しなくなった結果、上がったっていうのもかなり影響としては大きいはず。 ライ様に慣れてきた。あと、ライジンさんも、まあ、勝ちたいか勝ちたくないかって言ったらみんなが勝ちたいっていうのを理解してきてくれた。理解してくれてる。多分最初悩んでたはず。もしかしたらこの人は勝ちたくないのかもしれない。たぬきさんなんかクソ勝ってるイメージあるのにな意外やわ。最近かもしかして。最近勝率上げに来てるもしかして。ぬにん最近容赦ないよなハイ、はい、マーディンが。4004 <laughs> 勝。ン数9。誰がつく 使ったんですかねアイバーン51は絶対アだからなんだよねあーもう別に何もバンしなくていいやアイバン一番上すげーおいすげー全ゲーム数225全ゲーム225参加率92% 86% 77%意外とウルカさんがいないウルカさんが一番ロルやりたがってんだけど表,表だってやりたがってる感は出てんだけどな やっぱ、そんなにやりたいやりたいやりたいとは言ってないけど、必ずいる犬との、参加率が異常。すっといるんだよね。こうやって見ると意外とやってないなだって3月から始めてさあここまでか。3月から始めてさぁ、34日間でしょ。半年足らずで5ヶ月で1ヶ月、結構やってるか。<laughs> あれ結構やってるか。まあでも、1日中やってるわけじゃないからなそう考えたらやっぱそんなにやってないか。 え、ほとんどの日はさ、ほとんどの日、0時とか1時とかから始めて朝までやってるぐらいじゃない ?6 時とかから始まったの、まじ本当に3、4回じゃない ?16 戦はすごいな、さすがに。どんくらいなんだい1試合平均33分かかってんのに、16試合やってる。バンピックの時とか、手前の雑談とか合わせたら、16試合ってやべえな。KDA 平均。KDA 見た方が良さそう。ジャパニーズ・コリアン友人、ゾウ先輩。 狸忍者、犬井戸、ライ様、アルファする。1.03。なんだっけこれ。アルファさんいた時ってなんだっ,たっけなんかいつはあったよな。あ、そうそうそう,そう。クズハさんが YI で破壊したんだ。<laughs> クズハさんにしゃぶられたアルファズちゃんとしょがり。<laughs> おもろい。このデータ見んの。やっぱ数字を見るのって面白いんだよ。